かわいたちチャンネル。今回ですね、カラオケに来てます。カラオケ来ました。久々かもしれない、カラオケ。まあ、せっかく、まあ、僕もアイドルですから、カラオケでね、皆さんに歌声を届けたいなと思っております。そうですね、うん、今回はね、うん、心にしみるキンキキッズのラブソング、うん、ベスト3。おお、なるほど。キンキッズさん大好きじゃないですか。大好きね。かわいい。それこそモノマネでもやらせていただいてるし、キンキキッズさんのバックにもついてたことがあるから、あ、曲は詳しいですよ。じゃあもうめちゃくちゃ、その中でもこうラブソング、ラブソング、はい、心にしみる、自分が思うのでいいんだよね。もちろんです。僕が思うキンキキッズのラブソング。そうです。いや、まずベスト3、はい、第3位、はい、心にしみるキンキキッズのラブソング、ベスト3は愛の塊。おお、愛の塊いいですね。愛の塊は、これはもちろんキンキキッズファンの方もそうだし、まあ、そのうちの事務所のファンの皆さんも絶対に好きな曲だね。そのアイドルに詳しい方じゃなくても知ってる人とか歌ってる人結構いると思うんです、カラオケで。あとはやっぱこれね、なんだろうな、作詞が、つよしくんで、作曲が堂本光一くんで、この歌詞、つよしくんって男性なのに女性目線での歌詞を書くのがものすごくうまいって言ったらちょっと偉そうに聞こえちゃうかもしれないけど、あの書くのが上手で、女性目線の曲でのラブソングを、まあ本当は1位にしたいぐらいなんだけど、キンキキッズの曲たくさんある中で3つ選ばないといけないっていう時には、まずはこの愛の塊を。これでキンキキッズさんとか思い出とかはあるんですか、愛の塊で。踊ったことあります。あ、後ろで。後ろで。で、これはね、この曲ができたての頃って光一くんが一人で披露することがテレビでは多かった。そうなんですか。そうなんです。あの2人で歌うのはコンサートとかで歌ってたんだけど、ソロで光一くんがダンスバージョンでジュニアを従えて披露するっていうことが多くて、その時にそれこそカトゥーンとか、当時ジュニアのカトゥーンとか、あとはニュースの小山とか、プラスちょい大人の僕たちぐらいが踊ったりもしていた曲なので、まあ、思い出の曲ですよね。うわ、なんか緊張すんな。普段プライベートでカラオケとなんか違う感じする。イントロがいいよね。このね、二人で作ったってとこがまたいいんだけど、心配しもすぎなあなた、練習もするの嫌がるので歌詞思いつかないから。始まるまでいらない、あ、死みたいぞ。あ、そうなんです、はい、イントロをちゃんと心に死みたいぞ。街の中で感じるとね、一瞬で太陽よみがえるから、ついて行きたくなっちゃうの。教えたいもの、見せたいもの、たくさんありすぎるのよ。言葉や仕草はあなただけのためにだから、思い切り抱き寄せられると心、あなたでよかったと感動。クリスマスだっていられなくない日々。
日々が愛の塊、明日の朝も愛し合うよね。堂本光一。強い男、あなたの友達の二十歳を思い通し、興奮を超えて我卒的に乗っちゃれ。ハワイフミト。あまりに愛が大きすぎると失うことを思ってしまうの。自分がもどけし、今だけ伸びて生きていればいいのにね。ねえ、雪が落ちてきたよ。いいね。ちょっと緊張するね、バリューですね。私に忘れてやったかなもの、幾度となく見させて、思い切り抱きしめられると心あなたでよかったと歌うの。クリスマスなんて言わないくらい日々が愛の塊、最後の人に今はね、特に KinKiKids のお二人の、はい、この歌の特徴がね現れてる部分なので、はい、ちょっとモノマネ、このカラオケでカメラ撮られてるのと、うん、みんなにスタッフさんに見られてるのが、俺マジ鬼レンチャンやってるみたいで超緊張してるマジ鬼レンチャンみたいな今度鬼レンチャン対策会もやってみよう。確かに、ね、確かにこれできるでしょ。できますね、点数できるからね。で、鬼レンチャンに、うん、あの出場する時も、まあ、何歌うかわからないけど、はい、声出しでいつもあの練習何日か行ってるから。ああ、そうそうそう、本当に対策会はいいかもしれないですね。それも回すようにしよう、はい、第2位ですよ、うん、次はこれ KinKiKids のファンの方も見るかもしれないからさ。確かにね。というかそうでしょうね。ねで、愛の塊、いや僕らもこう世代的にあのもちろん聴いたことも何回もあります、ね、でしょ。やっぱいい曲です。いい曲。変な話1位かなっていう。そう思ってました。そうなのよ、俺も今歌ってて思っただから今正直第2位で何が出てくるかが正直ワクワクしてます。 OK 出ましたか、うん、これも1位候補だけど。あ、では、ね、心にしみる KinKiKids のラブソング第2位はアニバーサリー。おアニバーサリー。いやだからこのベスト3はもうどれも1位になっておかしくない。うん、確かにそうです。アニバーサリーは、はい、ちょっと思い出を、思い出としてはコンサートに ABCG がまだ ABCG になる前だ。うまい。ABC ってグループの時に4人時代の時にバックダンサーでついてて、それの1曲目に
このアニバーサリーが流れるんだけど、はい、すごい東京ドームのコンサートで、もうステージの一番上の方からエレベーターでセットでこう2人が降りてきてアニバーサリーを歌うっていう、ね、このアニバーサリーでコンサートが始まる。あー、めちゃくちゃかっこいいですね。思い出の曲だね。いっちゃいましょう。じゃあお願いします。いや懐かしい、これね、このコンサートの時確か俺高熱出したんだよ。東京ドーム大晦日と新年一発目 KinKiKids は3日間ぐらいやったからね。懐かしいな。星の数ほどいる人の中で僕は偶然あの日出会い恋に落ちたよ。愛が苦しみだともし教えられても僕は生まれては人知れず消えてゆくよ。君を愛してるそんな一言が語らずに言えたなら楽なんだろう。もう二度と君を泣かせたくないから何気ない今日という日が僕らの記念日。不思議だった君が僕を好きな理由がわからないよ。そんな僕から趣味や仕草だって違っているけれど最近嘘ついて君を泣かせたあの日ただ僕は生たまま何もできず君がいるだけでありふれた日々が鮮やかに彩られ愛が満ちてゆくよ。この気持ちだけは忘れたくないから何気ない今日という愛してる。そんな一口から結末見えたなら、どんなに堂本剛。もう俺ごと君を任
せたくないから何気ない今日という日が僕らの職業病だもん、はい、まあ2番入ったぐらいの時にちょっとキー上げようかなと思ったんだけど、それ考えてる間にちょっとモノマネ入るの僕もあの出てこないなと思ってあの見てたんですけど、あ今回はなしなんだと思って最後出てたから。じゃあ次はナンバーワン第1位は入れないようにするから、入れないようにお願いします。じゃあ河合郁人の心にしみるキンキキッズのラブソング第1位はもう君以外愛せない。おもうストレートだし歌詞、うん、でなんだろう、曲調もね切ないんだけど切なさの中に大事さがあってすごいしみる楽曲、生で聴いた時のねもう2人のハーモニー半端ないよ。ライブ本番じゃなくてリハーサルでこっちは聴いてるからね。あ後輩だからそう得した感めっちゃ。後輩だからお客さんが全く入ってない東京ドームで、ああそれいいですね。KinKiKidsさんの声だけが響いてっていうのは聞いたことありますけどね。これモノマネ入んないですもんね。これはモノマネなし、これはちょっと入れられないかな、はい、ね。なんか子供の頃思い出すな。忘れたくない。
君以外愛せない。他にどんな敵が現れてももう君以外愛せない。またここで君と約束したよ。たとえこの世が滅びても君と誓った愛は永遠だから、きっと二人は幸せさ。ずっとね、ずっとね。たとえだからきっと二人は幸せさ。ずっとね、ずっとね。君以外他にどんな人が現れてももう君以外愛せない。今ここに君と約束するよ。最後ちょっとあのえ最後の部分があるの忘れてまして、はい、今モノマネするには最高のタイミングだって思っちゃった、うん、あここモノマネいけるかと思って、でも間に合わなくてなんか笑っちゃった笑っちゃったってみんな葛藤してごめんなさい。めちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃ良かった、いい曲だねこれ、本当にいい曲、なんかね聴くのももちろんいいんだけど、うん、キンキギッツさんのねこうやってカラオケで歌詞見ながら歌うとすっげえ気持ち入る。マジで良かったです、うん、あとはシンプルにフミト君の滅びてのところの歌い方がめっちゃ好き、わかる、めちゃめちゃ好き、わかる、あんまり自分でわかる見てる方にもちゃんと響いてればいいなっていうのと、やっぱキンキギッツさんのラブソングのやっぱ素晴らしさだよね。ちょっとなんかでも他のも歌いたくなるねかわいたちチャンネル、チャンネル登録よろしくね。